グラフブランドアンバサダーを務めておりますトワイスのサナです。本日はグラフ銀座本店の3周年ということでお祝いに駆けつけました。心よりおめでとうございます。今日というこの記念すべき日に私もこのジュエリーを実際に目にすることができ、そして私のことを思っていただきながら今日こうやって着用させていただけることになって本当に光栄に思います。そうですね、自分ではあまりわからないんですが、普段からいつも必ず一つは身につけているジュエリーなので、こう自然とそうですね、こう背筋がこうピンと張るような姿勢にもなりますし、いつもこう何かをする時でもどこからか自信が湧いてくるような気がします。実はですね、昨年は50カラットの、オーバルシェイプのダイヤモンドを身につけていらっしゃいましたけれども、どうでしょう、昨年とはまたちょっと違った雰囲気でしょうか。そうですね、やっぱり先ほど着用する際に去年とはまた違った輝きを放っているこのジュエリーを見てとてもこう圧倒されたんですが、実際につけてみるとどこからかこう自信を引き出してくれるような、そしてこのジュエリーの重さからくるこの落ち着きといいますかを感じれたので、さすがジュエリーの力はすごいなと思いました。そうですね、本当にグラフのジュエリーはいろんなシーンで使えるいろんなコレクションがあってとても全て魅力的なのですが、やっぱり私が普段こうステージ衣装だったりだとか普段着だったりとかいろんなシチュエーションの服を着ることが多いので、シグネちゃんのコレクションが一番普段使ってて使いやすいなと思います。自分自身のメンタルケアをすることを一番に心がけていて、やっぱりこう自分自身の味方でいてあげることが一番その人その人の力になると思うので、普段そういう心がけをしているのと、あとは体に関しては筋肉がこわばっている時は必ずほぐしてあげるようにしています。そうですね、本当にキラキラと輝いていて眩しいものが想像がつくのですが、今日このイベントを通してこれからギャラクシーや銀河という言葉を聞くとグラフが一番に頭の中に思い浮かんでくるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ちなみにですね、もう今回会場だったり動線もギャラクシーや銀河のテーマで作らせていただいたんですが、もしここが銀河の一角片隅であったとしたら、サナさん何かやってみたいことなんかありますでしょうか。そうですね、やっぱり自由に踊り回りたいです。ちょっと銀河の中で踊るサナさん、ぜひ見てみたいなと思いますけれども、それはね、ぜひこうイマジネーションの世界に留めておこうかなと思います。そうですね、昨年にはメンバーと一緒にパーティーがしたいと言ってたんですけど、今年はできなかったそのパーティーをしたいなと思うのと、あとは多分行けないんですけど、旅行に行けたら本当に幸せだろうなと思います。ちなみにですね、これまでのホリデーシーズンでこう振り返ってみて、あ、これは印象的だったなっていうような出来事ってありましたか。そうですね、幼かった頃にこうテーマパークにある大きなツリーがあったんですけど、そのツリーがイルミネーションされていて、それを見た時のこう輝きを見て幸せな気持ちになったのが今でも忘れられません。2024年も本当にたくさん新しいことにチャレンジできた年だったなと思うのですが、それをまたこう一つ一つこなして言ってることをこう時間が経つたびに実感できた年だったので、来年は今年の経験を生かしてさらにいろんな面で活躍できたらなと思っております。やっぱり趣味でもしてみたいことがたくさんありますし、お仕事でも今まで挑戦できてなかった、ジャンルにもぜひ挑戦できたらなと思っております。ちなみにですね、本日サナさんが身につけられましたジュエリーの総額70億円以上とのことでございます。皆様ぜひご注目くださいませ。改めまして TWICE サナさんにご登壇いただきました。どうもありがとうございました。